みんなに知ってほしいアダルト用語。いいよ。このコーナーではアダルトな世界で使われている用語を紹介、うん、南川さんにその意味を予想していただきます。はいはい。では今回の用語 GBK。 GBK、 はい、これは南川さんもしかしたら経験があるかも、知れないしないかもしれない。アダルト世界ですもんね、はい、GBK、 エステやマッサージで、うん、特にね気をつけていただきたい。頑張るくんに。あー、頑張るくんじゃない。頑張るくんじゃない。マッサージなんでね。あー、なんですか。頑張るくんじゃなかったのに、はい、じゃあ正解発表します。正解は誤爆でした。誤爆。はい。どういうことやろ、誤爆って。まあエステとかマッサージとか、まあ抜きありなしあさっておき。あー、ほうね、気持ちよくなっちゃって。あ、そういうことね。出ちゃった。あ、思わず出ちゃったね。はい。いや、俺思わず出ちゃったはないな。思わず、うんうん、どういうことだから、あの言ったらマッサージ、そういうエロいマッサージじゃないけれども、うんうん、思わず出ちゃった。まあね、なんか大きくなったりとかは。大きくなるっていうのはあると思う。でもそっから、うん、じゃあ出してしまうということは、いや、これさ、立つことはあったとしても発射って、うん、まあないと思うけどな。結構あれですかね、そういう訓練を受けてきた人じゃないと、もしかしたら。俺大井龍馬でしか見たことないな、はい、うん、大井龍馬でなんかあのふんどしをわーってこするところでもう行っちゃったっていう、はい、俺あのシーンめっちゃ好きなんですけど大井龍馬、うん、あったんですけど、うん、そうなんや。誤爆ね、はい、なるほどね。それはちょっとわからんかったしな、ね、でも立つことも誤爆に入るのかね。どうなんですかね。立つことも誤爆、立つことはまだ誤爆はしてないですもんね。そうか、そう、爆発はね、爆発してないから、爆発したいもんね。だからその誤解薬、誤解薬ね、誤解薬詰めみたいなね、火薬詰めみたいなことですよね。あ、なるほど。ということで今回は GBK、 誤爆でございます。 GBK ですね、わかりました。はい、それでは始めていきましょう。ボイズハート放送局、おなほー、月森ねねです。トイズリは南川でございます。芸人と声優が大きなお友達と作り上げていく健全な男の子を育成するトイズハート放送局、皆さんの欲望に応える番組を発信していきます。はい。さあ本日のゲストでございます、はい、セクシー女優のネオあかりさん。あらー、ね、ついにラジオ本編にもね、ご登場ということで、現在配信中の YouTube 出張トイズハート放送局にも出演されていてと、うんうん、だからこの前のエイカーさんであったりとかね、竹内さんも、はい、まあ、出ていただいてますもんね、ラジオの方はね、はい、そういうことでネオあかりさんはラジオ初登場というわけでございますけども、はい、うん、高校時代演劇部の部長っていう話をしてましたよね。そうなんですよね、だから演技は上手いというイメージがあるんですよ ね、うんうんうん、ね、栗谷さんとのね、うん、そうあのお芝居も良かったですね。お芝居も良かったですし、でもちょっとパーソナルな部分みたいなのはまだ聞けてない印象では、はい、ちょっとまだね謎が多いなという、謎多いんでね、はい、ちょっと今後掘り下げていければなということでございますよ ね、 いろいろね、聞いていただきたいと思います。番組の実況や感想はハッシュタグトイズハート放送局でお待ちしています。それでは今日もあなたの欲望にお答えしていきます。トイズハート放送局、今夜もスタート。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りします。トイズハート放送局、改めまして月森ねねです。南川でございます。本日のゲストこの方でございます。ネオあかりです。はい、よろしくお願いします。ぜひ来ていただいてありがとうございます。本当にありがとうございます。先日その YouTube ですよね、うん、あれね、栗谷とのこのやり取りもありましたけれども、うん、ね、カカロニの栗谷とのやり取りですね、はい、あれいかがでしたか。あ、面白かったですね。面白かったですか。栗谷のことなんか生理的に受け付けないとかそこなかったですか。全然それは大丈夫ですか、はい、よかったです。栗谷もいいやつなんでね、はい、あ、さあ改めてねおあかりさん、これセクシー女優歴はどれぐらいなんですか。今5年目ですかね。5年目ね、5年目、はい、5年目4月で5周年。5周年、はい、5周年ってなるとどうなんですか、その業界的にはまだまだ若手、それとも中堅、中堅になってくるのかな。5年で中堅が早いっすよね。早いですね。これ業界のきっかけはどうなんでしょう。きっかけは、うん、
事務所の会長さんになんかやってみる、うん、みたいな感じで、うん、いいよみたいなすごい軽いですねいいよみたいないいよだからそれ結局なんかエッチっていうかその、はい、にちょっと興味はあったってことでいいんですか。そうですね、うん、興味はバリバリありました。バリバリじゃないとなかなか ね、 そうですよね。やっぱりそのなんていうんでしょう、脱ぐわけじゃないですか、はい、でそやっぱ自分のこのもう10代の頃から自分のこの裸、はい、例えば自信終わりっていう感じはあったんですか。ないですね。え、そうなの。全くないです。なんかさ昔俺なんか誰やったかな青い空さんやったかな自分の裸を見てこれ独り占めすんのもったいないっしょって言ってなったみたいなこと聞いたそういう女優さんそう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 、やっぱりそう、そりゃそうじゃない。やっぱ自信ないとなかなか、うん、そうなかったんですか。ないですね。もともとすごい太ってたんですよ私。あ、そう、全然見えない。なんかマックス60キロオーバーくらいあって、ほう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 、それが高校時代だったんですけど、でそっからまあなんかなんやかんやと痩せて、うん、一番ピークで痩せた時にデビューしたんですね、うん、あ、そうなんや。じゃあ結構ダイエットとかしたんですか。めっちゃダイエットしてました。え、何系のダイエットですか。いやもう本当にいろいろですね、うん、なんかまあ朝食べないダイエットとか、はいはい、朝バナナダイエットとか。朝バナナダイエットいいよね朝バナナダイエット、バナナっていいんですよね。いいらしいですね。そうそう僕もねバナナと白湯を朝飲んでます健康でね一番いいですから、はい、ああそういうことでございます。デビュー作、まあ、5年前になるわけでございますけども、約デビュー作覚えてますか。デビュー作覚えてます、うん、それとやっぱりさ、うん、緊張とか、はい、僕も初舞台のこと覚えてますけど、緊張とかめっちゃしたんじゃないですか。どうですか。なんか人多いなっていうイメージです、ね、そっか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 。いや僕もなんかテレビ番組関ジョージさんが来た時に、うん、すっごいスタッフさんがいてて、うんうん、ですごいなスタッフさんって言ったら、まあこれ本番の半分倍ぐらいいるねみたいなことだから、それを倍と考えてただけでもこれ本番中こんな人おんのって20人ぐらいいますよね。そうですね、男性から女性からって感じですよね。あ、でもその時は男性だけでした。へ、私は確かかなりのこう圧迫そうですね。ねねちゃんもやっぱり想像したらやっぱ怖いでしょ。やっぱ圧迫ですもんねその状況で撮影、うん、そうよ、裸で裸になって、ね、いやこれすごい、ね、やっぱ初めての時はさ、やっぱもうほんま監督一人でやってほしいよねそれぐらいからこう段積みできたよね。いやでもなんか逆になんかマンツーマンとかだとそっちの方が照れちゃうかもしれないです、ね、あ、なるほど。人が多いからなんかよっしゃ脱ぐぞみたいなスイッチが入るやっぱ木も座ってますね。腹座ってるっていうか腹座ってますよね。それですかね。やっぱりその緊張ではできないという人もいる、いますからね絶対。あ、追い詰められないとできないタイプなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですか。でもこのやっぱりこう5年やってみて、はい、まあ、結構いろんなジャンルもやってきたと思うんですけど、得意なプレー的にはどうですか。一番私このプレーの時は相当抜く自信あるよって抜く自信、そう、男を抜く自信あるよっていうのは、デビューしたての頃は結構そのやられる演技の方が得意だったんで、うん、やっぱりその演技をねやっぱ YouTube とかでももうこれはもう立証済みでございますから、ね、うん、あ、そうやられる演技ね、やられる側の方が、うん、そのしてもらった方が、うん、まあ、できるかなって思ってたんですけど、はい、もう5年も経ってくると、うん、だんだんなんかあのいじめたくなってくるんですよ。なるほど、ちょっとエスッケ、エスッケが、はい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 、出てきたかなって感じですかね最近は。エスッケの芝居とエムッケの芝居どっちが難しいとかあるんですか。難しさで言ったらエスの方が難しいですね。あ、まあ、あ、そうか、発信やもんね。そうですね、こう言葉のワードとかも全部こう発信してる。そうなんですよ、まあ、やりながら次何をどこ触ろう、どういう動きに次持っていこうみたいな。そうか、引っ張っていかないといけないですもんね。あれさ、やっぱりさ、あの、まあ、これこんな聞いていいんかな、うん、こうなんかそこの現場で、はい、まあまあ知る男優の方であったりとか、はいはい、まあ、あのその男優さんいるじゃないですか、はい、あるんですか、その私ごめんなさい、あの人生理的にダメなんですっていう人とかあるんですか。あもう大丈夫です今後の仕事に一生期待すかの、そうあるんですか、そのなんかこう、でもなんか私嫌だったことはその日のうちに忘れちゃうタイプなんで、めっちゃいい性格です便利な性格です、ね、そうなんですよ、寝たら忘れちゃう、そうなんですよ、でまた次会った時にあ
ってなるんですよ。思い出して、このプレー思い出したみたいな。あ、そうか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 、こういうことする人だったなみたいなの。あ、なるほどね。そのパッと見た目とかじゃなくて、こう絡んでみて、これちょっと苦手やなみたいな。それは言うとバレちゃうんで、やめましょう、やめておきましょう。はい、そう、いろんなあれがありますからね、それは。うん、そしてですね、ネオさんといえばネネちゃん。うん、大学とかミュージカルサークルやってます。歌ってお芝居もしてですね。そうですね、踊って。まずそもそもミュージカル好きなんですか？好きですね。見に行ったりするんですか？見に行きます。特にやっぱ劇団四季とか。そうですね、劇団四季多いですね。劇団四季ってめっちゃいいっていうもんね。めっちゃいいですよ。めっちゃいいんですよね。めっちゃいいですよ。ぜひ見に行ってください。いや、そう、行ったことないんですよ。私初めて昨年行ったんですよ、劇団四季。行った、アラジン見に行ったんですよ。アラジン、めちゃくちゃ面白かったです。なんかさ、これはもうハマる人の気持ち分かるわ。やっぱ僕はタモリズムがあるから、なんで歌ってんだよって。やっぱタモリズムがあるわけ。俺の中でタモさんが。そういう人もね、いますよね。そういう人もいますよね。何が楽しいのって。舞台は好きだけどね。ミュージカルはまあ根強くタモさんがいるんやけど、でもそうじゃなくてやっぱ違う、やっぱりミュージカル。そうですね。あ、そう、ミュージカル AV ってないっすもんね。ミュージカル AVそう考えたら、いや、ちょっとね、あったら見たいですけどね。あったっていいですよね、別に。そう、されてる時に気分が高まって歌い出すんですよ。歌い出すんですよ。やっぱそれいいかもしれないです。いや、だって今までないですもんね。なんかフェラカラオケみたいになっちゃいそうです。確かに。あ、手こきカラオケ。手こきカラオケね。手こきカラオケはだってやられてる方が歌うっすもんね。でもあれ自分の感情歌わないですから。いいまーとか。いいじゃないですかね。ネオさんがそれやりだしたらパイオニアになりますから。ゼロではないですよね。どうしましょう、企画案で、この、あの、ミュージカルスケープ。ちょっとお断りするから。なんでなんですか。音程外したくない派なんで。あ、そうか。そこはね。プロ意識が出ちゃって。ガチだね。音程が外れることが、やっぱこっちは興奮するじゃん。外れてる。あ、いきそうなんだっていう臨場感がこっちが興奮するんです。それがミュージカル AV なんで。俺、いつか監督しようかな、ミュージカル AV。俺が。確かになんかドラマがメインのなんか AV とかあるけど、うん、ミュージカルってないよ、ね、ないでしょ。これちょっといい発想じゃないですか。だって結構やり尽くされてますよ。AV ってやっぱみんなこういう企画いろんなこと考えるわけから、ね、実写もあれば、うん、ね、あるよね。そら例えば単体も当然あるけれども、うん、いろんなね、ありますよね。ミュージカルだけないんですよ。やっぱあの歌作るのが大変なんじゃないですか。あ、即興で歌いっていうのが難しいと思うんで。確かにね、ある程度楽曲用意してないね、役者さんが大変かもしれない。じゃ楽曲用意したらやってくれる。作ってくれるんですか。いや、もうもうちょっと作りますね。もう用意します、こっちは。ちょっとハッピーなのとしっとりなのと。そうですね、やっぱストーリーありますよね。3本目とかやっぱしっとりいきたいですよね。小室哲哉さんやってくれるかな。小室さんでやってくれるかな。お金で困ってると思うからやってくれるかな。いや、さあ、ということで、まあ、プライベートはちょっとお聞きしたいんですけども、はい、プライベートの、まあ、なんか、まあ、休みの日とかはどうしてるんですか。うん、休みの日は休んでますね。だからインドア派ってことはどっちだと。インドアですね。あんまりじゃあお出かけとかは、うん、あんまりしないです。しないタイプ。はい、あの、じゃあ家で、はい、テレビがよって言ってたじゃないですか。はい、じゃあ本を読んだりとかそういうことだ、ね、あ、なんかなんだろう、アマプラ見たりとか。あ、だからそのパソコンで動画見たりとかですよ ね、 そうですね。あ、アマゾンプライム見たりとかっていうことか。どう、はい、だから映画は好きなんですか。映画最近よく見ますね。あ、ちょっとこれ南川さんね、映画好きだから。そうですよ。最近どうですか、なんかいい映画見ましたか。これもまたミュージカルになっちゃうんですけど。ミュージカル推しですよ。ミュージカル推しですよね。はい、最もうすぐだって、スピルバーグのやつありますよね。ミュージカルのやつね。うん、あの、あるんですよ。あるんですよ。それもちょっとぜひともね。あ、今ほんまに僕の加齢によると忘れで全く出てこないんですけど、ね、あるんです。タイトルがあるんですよ。何言うんですか、ミュージカルで。最近見たのは、うん、ヘアスプレー。あ、ヘアスプレーね。名作ですよね、はい。でも僕も確かにミュージカルの映画って確かちょっと避けてた。あ、やっぱいいですか。いいですよ。やっぱり楽しいですよ。楽しい、やっぱそれ見てなんかアホなんですよ、もう基本的に。そんな主人公つかめてアホって、そんなやめてくださいよ。なんか楽しいんですよ、うん、もう終始ハッピーなんで。そうか、そう。でも悲しい時ももちろん悲しさを歌ったりしますよね。そうなんですけど、うん、ううまあなんかお話的にやっぱりなんか歌って踊ってみたいな感じなんで、うんうんうん、ハッピーなことが多くて。そうね、だから あれも一応ミュージカルに入るのかな、ラララランド。あ、そうですね。ですよね、うん、ラランドは確かに見たわ、うんうん、あれもちょっとくつっつくと入ってきますよね。確かに入ってこえへんと思いきや。じゃあ家にいてて、じゃあインドア派。なんかこう友達とどっか
まあ、キャンプとかは行かないですか。じゃあもう行かないですね。行かないんや。これなんかじゃあさ、今年ちょっと新しく始めてみようかなみたいな趣味とかないんですか。私最近ずっと釣り行きたいんですよ。あら、え、釣り逆やん、まあ、逆やん、ね、はい、釣り、なんで釣り好きなんですか。マネージャーさんが、うん、なんか釣り結構行くタイプの人で、はいはいはい、で、あの私、YouTube で気まぐれクックさん見てて、うん、気まぐれクックさん、あのお魚さばいたりとかする YouTuber さん、はいはいはい、で、魚さばきたいんですよ。でもそれめっちゃわかるわ。それはわかる。俺釣りあんましたくないですけど、魚はさばきたい。なるほど。はい。マグロのさばきとかずっと見ちゃうんですよね。見ちゃいますよね。見ちゃい、わかるわかるわかる。うろことか取りたくなっちゃいますよね。取りたくなっちゃいますよね。俺昔魚屋でバイトしてたんで。はい、魚屋でバイトしてたんで、うろこ、うろこ取りでガーってやりながらね、やってました。あ、はいはい、そうですか。でもね、一番おすすめはね、俺はね、イカのさばく、これ一番おすすめ。イカ。俺スルメイカ買ったらよくさばくんですけど。こう頭とか取ったりとかして、こう足抜いて骨抜いて、でその肝、あれ美味しいです。俺肝好きなんで、綿ですね、綿、あれをこう焼くんですけど、だからそういう魚をじゃあさばいて焼きたいんですよね。あー、煮付けがいいですね。あー、煮付けか。じゃあ料理結構好きなんですね。料理好きですね。料理ができる。気まぐれクックさん見て見て、魚釣って、自分の釣った魚をやっぱさばいて食べたい。食べたい。これやります。俺はでも今年ね、今年やった新しい趣味でね、うん、まあまあでもね、さばくのはいけますもんね。うん、あの買ってきてね。そうですね、 ね買ってきて。でも釣り行きたいんや。釣りしたいですね、どうせなら。いやでも結構しんどいよ。そうなんですか。いや俺、いや行ったことないけど。ないけど。あったかのようにはされよ。しんどい。まあ、ナダルとか月釣り好きやから。ああ、そっか。そう、まあ、お話聞いたりとか。そう、結構早朝行って、うん、わーってやるって言うけど、でゆったりとした感じで行きたい感じ、釣りは。そうですね。なんか川とか。あ、海行きたい。海行きたい。海釣りや。海釣りしたい。本当、僕は釣りがあまりにも知識乏しくて、これ以上。これでもじゃあ、 あのマネージャーさんに連れて行ってもらってね。いや言ってるんですよ、ずっと言ってるんですけど、なんかいや危ないからダメって言われるんですよ。単純にめんどくさいんでしょうね。多分そう。おやおや。多分ね、釣りやりたいって多分一人で没頭したいんよ。ああ、そっか。やっぱ教えるとかも、だからキャンプの人もそうやね。初心者のね、そう。俺もさ、キャンプ好きな人にさ、キャンプ連れてってよとか言ったらさ、やっぱ嫌やねん。自分の世界に行きたいから、なんでこういう連れていかなあかんねんみたいな。そういうのがあるわけでございますね。じゃあちょっと最後にやっぱ恋愛の問題、どうですか、あんま聞いていいんかな。恋愛とか最近はどうしてますか。最近してなくもないですけど。あら、ちょっとなんかね。だってこれね、これは言ってもいいのか分かんない、もしあれだったら聞いてくださいね、はい、初体験は18歳で、お相手20歳以上ということですから。ああ、初体験、はい、ね、それも覚えてらっしゃるわけでしょ。覚えてますよ。そう、やっぱり結構年齢上が好きなんですか。そうですね、なんかずっとなんか高校時代も、うん、と担任の先生が好きだったりとか。あ、もちろん手出してないですよね。出してないです。あ、焦ったそうなんです、大問題ですからね。うん、よかったよかった。本当にただの片思いだったんですけ ど、うん、そういうこと多くって、じゃあ大人の男性が好き、ね、そうですね、上が好きって言ったらおじさんたちが無駄に色めき立つんですよね。全くこっちは関係ないのにって、でもなんかあの、うん、25超えてからなんか、うん、年下可愛いなって。あら、ちょっと変わってきた。それちょっとそれちょっとそれちょっと贅沢すぎません。上も抑えて下も抑えようとしてます、ね、いやもう上もだいぶもう行ってきたんで。あそこまで、いろいろ。最大何歳ですか。最大42。あ、42歳ってこと。あ、その人が42歳。そう、42歳。やべえ。俺41やから。ほぼ一緒ぐらい。ギリギリですね。もうすんません、こういう時ね、無駄にショックなんですよね。俺も年いったなみたいな。いやいやいや。まあそんな、ちょっとメール来てるみたいなんですよね。はい、そうですね、メール、はい、お名前、おさぴょんさんから、はい、いただきました、はい。女優、グラビアモデルとしてやる気スイッチが入った時のネオさんの表情には本当にドキッとしてしまいます。撮影時の見せ方、雰囲気の出し方などで心がけていることはありますか、ということ。いやだから演技の細やかな部分ですよね、はい、今日気にしてますか、どうですか。もちろん気にしてらっしゃると思うんですけど。もうその役になりきる。
じゃあ結構さそうなるとちょっと天然というかそこはもう結構自分の、はい、もう自分の培ったものでやってるって感じですか。そうですね、自分が見てきた人とか、うん、経験したこととかをどうにか掘り下げてその役に近づけて。すごいよ天才肌っすよ。これさ先輩とかにさ あれとかどうやってますとか相談とかしないですか。いや先輩にそんな話聞いたことないですね。わーすごいな。まあそうか、でもあれ多分大変っすよね。あれだって自分で演技やって、まあ、監督から演出はかかると思いますけども、はい、やっぱそこで自分で掘り下げていかないといけないですもんね。そうですね。なるほどなるほど。ここはじゃあちょっと自分のこの才覚でやってるってことですから。そうですね、なんか実際にこういう人いるだろうなっていうのを目安に頑張ってます。なんかもうやりすぎないっていう感じで。もやっぱりどう考えても演技派ではありますもん ね。 ねこの前来ていただいた川上さんもそうですけど ね、 そうですね、相当演技派でございますから。ありがとうございます。これからもやっぱりちょっとね私もその目を見張ってねお世話になってます。よろしくお願いします。お世話になってます。よかったです。ありがとうございます。そうなんですかね、はいはい、ね、おさぴょんさん、あのにょうわかりさん神推しってメッセージ書いてくださってて、ありがとうございます。ぜひぜひぜひということで、ね、お便りありがとうございます、はい、はい、ではですね、ねおさんにはこの後のコーナーにもお付き合いいただきます、はい。健全な男の子を育成するトイズハート放送局。ここでトイズハートからのお知らせです。本日は先月発売されたばかりの新商品フェラペロウイウイシー彼女を紹介します、はい、リアル感ある粘膜造形の下の奥にはディープな密着ギミック、うん、外側は人肌を思わす少し張りがありつつもしっとり系、うん、内側は粘膜感を思わせるねっとり柔らか素材を採用、はい、ねっとり柔らかいお口に包まれる感覚をお楽しみください。はい、ということでね、はい、以前も一回で紹介しましたこちらのペラペロちゃんですね。これ結構ね見た目インパクトありますから、はいはい、ではこちらを今回、うん、ネオさんにこのペラペロちゃんを持っていただいて、うん、そこに南川さんが指を入れるという。いいんですか。はい、もちろんそんなんいいんですか、ね、はい、うわー、あ、じゃあこれはだから、はい、言ったらその見た目のところはお口のところでございますから、はい、ね、だから僕がちょっとあの入れるので、はい、あーの口して、あーの口、あーすごいでしょこれ、すごいでしょ、すごい、これすごいよね、はい、でも随分なおちょぼ口じゃないですか、ね、入るんですか。いやもちろん僕あのそっちになんて、はい、あのじゃあこれ一応ね、あの、はい、ネオさん本当にほど俺は別にこんなん求めてないんですけど、はい、見てる人とか聞いてる人が、はい、やっぱりここはなんて言うんでしょう、やっぱ臨場感下手いんで、はい、僕があのあの指入れたら、はい、あの、まあ、これお口なんでね、はい、気持ちウィウィってこう入れてる感じでちょっと、いや俺はやりたくないですけど、なんか視聴者が求めてるっていうか聞いてみたら見てみて、それはちょっといいですか。頑張ります。はい、演技派ですから、はい、山さん、みなみかわさんよろしくお願いします。じゃあ入れるよ。あーあ、うんうん、お口狭いなあ、わわ、あ、あー臨場感あった今ちょっと今臨場感あった今なんかこう、はい、あのなんか口の今ね指をね入れましたけども、はい、ね、まあ、これをちゃんとあそこと見立ててやったらネオちゃんの本当ごめんなさいねネオちゃんの下先が俺のチンチンでちょっとこう気持ちいいって言ってくれてた、あら振動が伝わりましたこれすごいでしょ。でもちょっとこれネオちゃんこれすごいでしょ、ね、これぜひすごいネオちゃんもあの、ね、入れていただいて、うん、すごいでしょ口のところの部分ちゃんと舌もあるんですよ、すごいでしょ、すごいですよね、え、なんかあったかい気がする。あ、僕入れたから、南川さんのぬくもりが、南川のぬくもりです秀吉のわらじと一緒ですね秀吉のわらじとね、はい、こちらね、奥までしっかり吸い付きますこういう感じで、こういう奥まであるんですよ、すごいです、なのでこれをちょっとね、喉奥入れたことありますか。いや僕ないですよまだあら、これはネオさん的にはあるんですか。自分はプレイでもちろんあるわけじゃないですか。ああ、はいはいはい、あれはやっぱりこっちとしてはちょっと怖さもあるんですよね。うん、やる側と男性はあれはまあ作品やから安全面あると思うんですけど、はい、あれはどうなんですか。
どれぐらい大丈夫なもんなんですか。なんだろう、なんかちょっと上を向いて、うん、すごいおあなんだろう、鼻うがいみたいな、あ気持ちでいるとちょっと大丈夫。大丈夫、はい、でもそれ撮った時にちょっとなんか、まあね、あ汁が鼻から出てきたりしますよね。鼻うがいが、それ嫌ですよね。それ確かにそれめっちゃ嫌ですよね。そうですね、気をつけて、それ気をつけて、ドーベル射精されたら鼻から出てきちゃうかもしれない。そうですよね、絶対嫌ですよね。それだけはそうですね、だから注意していただいてということですね、はい、そうですね。こちらフェラペロういういしい彼女は通販サイトおよびお近くのショップで販売中です。そしてですね、こちらのフェラペロ、はい、1名様にプレゼントいたしますよということで、さっきメールくれた人にじゃなくて、あ、これはまたあの改めてすいません、ごめんなさい、ではなかったです、ごめんなさい。ご希望の方はお名前、うん、住所、はい、電話番号、はい、年齢、はい、そして番組の感想を記入してメールをお寄せくださいませ、うん、なるほど、はい、メールは番組ページのフォームからお願いします。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます、はい、以上トイズハートからのお知らせでした。トイズハート放送局、お届けしてきましたトイズハート放送局エンディングです。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。メールは番組ページのフォームからお願いします。そして月曜日のお昼12時から公式 YouTube チャンネルでアーカイブが配信されます、はい、各種ポッドキャストございます。ぜひチェックお願いいたしま す。ということでございました。あっという間でございましたけども、ネオさん今日ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか。いや本当にあっという間でした ね。もう一瞬で終わっちゃうんですよね。ちょっとまたぜひとも聞いていただきたいわけでございますけれどもね、はい、ちょっと恋愛事情とかもちょっともうちょっと聞けましたよ ね。本当は家で何してるんですかとかね。本当はアマゾンプライム以外に何でも料理もだからこの、ね、料理事情もね、うん、聞きたいわけです。でもこう自分で自炊とかしたりしますか。あ、全然してます。ああ、はい、得意料理なんですか。ハンバーグ、あ、食べたい。いい ね、 いいね、即答してるのがいいよね。ハンバーグ本当に自信あるんですよ。でもこねるの上手なんで、こねるの上手。こねてもらいたいな。こねてもらいたいな。ひき肉にもしてもらいたいし。ねえ、夢が詰まってますね。夢が詰まってますね。なるほど、わかりました。じゃあぜひともまた ね、近々来ていただければなということでございますけども、はい、そして来週ゲストが、はい、なんでなんですか。んあのネオあかりさんの次、はい、トムブラウンと来て、はい、ネオあかりさん来 て、来週チャンス大塩さん、はい、またね、チャンス大塩さん一回来たし、ね、まあ、もう話聞きたいことはいっぱいあります。尊敬する大先輩ですけれども、はい、違いすぎるじゃないかっていう、ね、またね、芸人さんをお呼びして来週はよく会いますからチャンスさん、はい、はい、ということでぜひともねチャンスお楽しみください。はい、はい、あ、じゃあ最後にですね、ネオさん何か、はい、あ、そう ね、お知らせとかありますか。お知らせしたら、うん、はい、お知らせ、まあ、作品とかいっぱい出てるんですよね。そうですね、だからやっぱりあの Twitter とか X 等で告知してらっしゃいます、はい、そうですね、うん、はい、じゃあ X の方見ていただいて、うん、作品いっぱい書いてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひまた来てください。はい、お待ちしてます。ではまたお会いしましょう。ここまでのお相手は月森ねねと南川とねおあかりでした。バイバイ。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りしました。